はい、それでは、ね、今回は2013年第1回第4問問6番の回答解説をしていきます。早速ね、問題文を読んでいくと、動物のホルモンに関する記述として誤っているものを次の1から5のうちから1つ選ぶ、回答番号は21ってことですね。で、下の選択肢を読んでいきます。まず1番、ホルモンは赤血球によって運ばれるので、血管から離れた場所の組織に作用する。意味不明ですね。×ですね。1番×。はい、答え1番。ね。ホルモンはね、血流に乗ってね、動いていくんですね。で、血流に乗っていって、で、分泌されたね、内分泌性のとこから標的細胞、標的器官ですね。標的器官まで移動していくというわけでした。ね、赤血球に運ばれるのは酸素ですね。はい、おかしなこと言ってますね。はい、じゃあ次2番目。自律神経の刺激により分泌されるホルモン、分泌されるホルモンもある。そうですね。これ例えばね、交感神経によってね、副腎髄質が刺激されてアドレナリンが出たりしますね。はい。で、次、3番目の肝脳の視床下部には、血液中のグルコース濃度の上昇を感じ、神経を通じてその濃度を低下させるホルモンを分泌させる、分泌を促進する中枢がある。これもあってますね。肝脳視床下部からね、副交感神経が出て、ね。で、その副交感神経が、膵臓ランゲルハンスと B 細胞に作用して、インスリンが出てきて、血糖量減少ですね。はい。3番あってます。次、4番目。ホルモンが作用することで、働きを調節される器官の、調節される特定の器官を標的器官という、これもあってますね。はい、4番正解。次、5番目。一つの内分泌腺から複数のホルモンが分泌される場合がある。そうですね。これ、脳下垂体全容とかめっちゃいっぱい出るじゃないですか。ね。なんとか刺激ホルモンとかね。なんかいっぱいあるじゃないですか。副腎皮質刺激ホルモンとか、甲状腺刺激ホルモンとか。ね。で、あとは成長ホルモンとかね。で、まだなんかありますね。何が今パッとなんか出てきてないの。何があるかな。何が出てきてないですかね。なんかあるかな、あとよく出てくるやつ。よく出てくるもの。あれ、そんなに、もうないかな。もうないっすかね。よく出てくるやつは。もうこの3つくらいですか。ね。まあ、今、引っ張って言っただけで3つ出てきたんで、複数出てくるやつありますね。ということで5番も合ってますね。はい。ということで答えは、間違ってるのはやっぱり1番だなと。ということで1番選んであげれば OK ってことですね。はい。それではね、これで2013年第1回第4問の回答解説を終わりにして、次回からね、2013年第2回第4問の回答解説をしていくので、しっかりとね、頭じゃない、予習してからね、来てください。はい。それではね、次回は2013年第2回第4問、問1番の回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。